入れてください。USB まだ、はい、入れた、入ってる、入ってます。どうぞ。私はアマゾン、ブラジルのアマゾンで調べていて、アマゾンといってもブラジルだけではなくて、ここに書いてるような国でも全体運営が広がっているんですが、そのうちの7割がブラジルになって、ブラジルでの全体運営の破壊を調べていくのが一番全体運営の破壊の現状を知るのに有効かなと思ったので、ブラジルのアマゾンについて調べることにしました。なんかその画面上のバッテンちょっと消してくれたら、なんか出てるよ、スライドショーのなんとかってやつ。あれいいの、あれそれはもう無理なんだ、すいません。F5 か F で、F5 でピッと押してもらうと、出てこない。あれ消えちゃった F5、あんまりスライドショー、すいません。はい、ブラジルではホテアマゾンという地域区分が1953年に定められていて、そこの部分が世界熱帯雨林なんですけれども、ブラジルの国土の 60% を占めているところなんです。でブラジルでアマゾンの開発に力が入れ始めたのは1929年に世界恐慌とかがあって、産業が衰退してしまったので、それを復活させるためにもアマゾンを開発して、民族意識を統一して頑張ってしまった借金を返していこうというのが最初の始まりでした。開発政策っていうのをどんどん取られていって、最初の頃は世帯単位のものが多くて、移民した人に対しての所得の保障であるとか、土地の提供であるとか、初めの頃は貧困を解決するための政策が多かったんですが、75年以降に無秩序な開発が進んでいるということで、大企業主導の開発に転換していきました。それをまとめたものなんですけど、最初は小規模の内需だったのが、大規模な企業による開発に変わっていって、最初は貧困解消であるとか格差解消が一番の目的にされていたのに、大企業の開発に変わってくると外貨の獲得であるとか利益を中心にした開発に変わっていってしまいました。ブラジルではアマゾン地域では特に人口が増えていて、そういった政策の結果もあるんですが、モテアマゾン内での人口率は依然、人口増加率は依然に高い状態で、今でも 6-7% の割合で人口が増えています。人口増加の要因と考えられるのが、アグリビジネスが進出していることで、2003年度には大豆関連産品が合計出荷が世界で第1位になったりだとか、大豆がブラジル最大の外貨収入源になったりとかしています。ブラジルのアマゾン内の種別の植生データを見ても、そのアグリビジネスが進出していることが一目瞭然で、これはオレンジ色のところが穀物の生産地を示しているんですが、普通の森林地域よりも穀物地帯が占めている割合がすごく大きくって、アマゾン内で森林が破壊されて穀物の生産地域に変わっていってるんではないかと考えられます。アマゾンでアグリビジネスが進む要因としては、他のハイテク産業などがあまりないことだとか、土地は痩せてはいるんですが、すごく広大な土地があって、しかも値段が
とは農牧だとか大豆栽培っていうのは小規模よりも大規模で初めて採算が取れるような産業なので、そういったアマゾンの大きな土地っていうのが一番活かせるっていう点と、食料なので長期的に見ても需要が安定しているっていうことが挙げられると思います。アマゾンでそういったアグリビジネスとかによって負の循環が起こっていて、アマゾン奥地では森林伐採された土地を牧場主とかが買って放牧して、さらにこう草とかまで食い尽くされて、その後に大豆農家が大豆を栽培するというような循環が起きていて、ちょっとごめんなさい、これ自分で作ったの？この絵、素晴らしいですね。いや、なんかプロフェッショナルの仕事です。あ、どうぞ続けてください。大豆農家がまた土地を求めることによって森林伐採が進むということも考えられたと思います。もしこのまま破壊が進んでしまったらっていうのを考えるときに、さっきの循環の中で真ん中に放牧があったんですけれども、もし放牧だけでも必要、今後必要とされる土地はどのぐらいかなと計算したときに、約29万平方メートルぐらいの土地がまだ必要で、これだけの広さの土地が森林伐採されてしまう可能性が2020年までにあります。でそういうのを減るために何か考えられないかなと思ったときに、コスタリカでは国土の森林面積が2割まで落ち込んでいたのに20年間で5割に回復したっていうのを見つけて、その中でエコツーリズムというように熱帯雨林のツアーとか農植物を観光資源にして外貨を獲得する方法というのがありました。でもメリットだけでなくってデメリットもあって、世界の経済に左右されやすいとか、野生動物を観光資源にするので餌付けをされたりだとか、逆に破壊を進めるような可能性もあって、問題点もあります。もう一つは環境サービスに対する支払いというのをコスタリカは行っていて、森林を保護したり再生しようとしている地主に対して報酬を支払う仕組みっていうのをきついと作っていて、財源は化石燃料に課される税金なんですが、これによって地主自身が森林を伐採して土地を売ってしまうよりも森林を生かして残しておいた方がお金になるような政策になっています。でブラジルにおいてはどのようにしたらいいかなと考えたときに、まずは森林伐採とか牧畜とか大豆にだけに偏ったビジネスから脱却して、さっき言っていたようなコスタリカのように観光地化したりだとか他の収入源を増やすことを一つ挙げたいのと、ブラジルの北東部に干牧地であるとか草地地帯の場所があるので、そういったところの土壌を改善して提供して広告だとか大豆生産地域を移動させてみてはどうかなと思いました。あとは大規模なアグリビジネスはフォーテアマゾンの外へやって、フォーテアマゾン内はすごく土地の所有権みたいなのを争っていたり、所有が曖昧なので無秩序な破壊がされているっていう現状もあるので、多くを国有地化して、国有地化した後に農民など一般市民